はい。皆さん、こんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、少しジャイアンツに問題が起きたというか、少しね、先発の、まあ、6枚目であったりとか、まあ、モンテスの守備について、ちょっと SNS でね、議論があったりとかするので、ちょっとそれらの問題について、僕の意見を述べさせていただきたいなっていうふうに思ってます。昨日ですね、まあその、マタキ投手が先発をしまして、まあ初回にね、KO されて、まあ、無様な試合というかね、残念な試合になってしまったっていうのがあったんですけども、まあ僕その動画のね、試合解説の方でも言いましたけども、少しね、まあやっぱりあのピッチングっていうのは、ちょっと不甲斐なかった、と思いますしね、まあ投げてきて、まあ1年目ではあるんですけども、数試合投げてきてね、内容があまり良くなくて、で、一度ファームで調整をして、で、挑んだ試合だったんで、じゃあファームで何やってたのって、どういうところを意識して、どういう調整をしてきたのっていう風なね、ところがね、やっぱり印象としてありますから、そういったところでこれからね、シーズン、もうマタキ投手が先発することはおそらくないだろうなっていうところは、僕感じてるんですね、まずね。うん。で、安倍監督の試合後のコメントなんかも聞いても、まあ記者の方に、その、語らなかったっていうところは相当やっぱり、なんて言うんだろう。まあ、厳しい言葉をね、本人に言ったんだと思うんですよね。だから、まあ、公の場では言わなかったっていうことだと思うので、そういったところで、またき投手のもう先発としてのチャンスは、ま、今年でね、今年だけで言うと、まあ、おそらくないだろうなっていうところはあるんですね。で、じゃあそもそもなんでまたき投手が投げる羽目になったんだっていうところなんですけど、やっぱり赤星投手がちょっと計算外だったなっていうふうにまず思うんですよね。で、成績見ていくと、まあ、1軍で、まあ、8回先発しておりまして、まあ、3.34。で、0勝7敗。うん。で、まあ、ウィップが 1.10 っていうところで、まあ、赤星投手の、まあ、印象なんですけど、まあ、そこそこいいピッチングしてるんだけど、まあ、援護点がなかったりとか、まあ、まあ、大体6回3失点とかね、そういう形で、まあ、その、安定はしてるんだけども、圧巻というか、圧倒するようなピッチングは、まあ、なかなかできないっていうところがあって、まあ、援護点にもあまり恵まれず、負け続けてきたっていうところが、まあ、あると思うんですね。まあ、打たれた時もありましたけども、で、そういう、まあ、さすがに0勝7敗のピッチャーをね、なかなかこう、ずっと使い続けるって難しいっていうところがあって、で、まあ、その代役というか、まあ、またき投手にね、チャンスが巡ってきたっていう形なんですけども、まあ、またき投手もチャンスを生かせずというところで、まあ、先発の6枚目というところが非常に苦労してると。で、まあ、まあ、6枚目って言ったら、どこの球団でもある程度やっぱり力は落ちると思うんですね。1番目から3番目、4番目ぐらいと比べると、やっぱりある程度力は落ちるんですけども、やっぱりそこの6枚目、7枚目ぐらいが結構、後半戦ね、重要になってくるっていうのがあるので、非常に、まあ、ジャイアンツ今こう、厳しい状況にあるんじゃないかなと思います。そういった意味でね。で、じゃあ誰が6枚目とか、まあ、プラス1、7枚目ぐらいのところを出てくるかっていうところなんですけど、やっぱり僕は一番で言うと、やっぱ西舘投手かなって、次多分確か16日からなんかの DNA 戦で投げる予定だと思うんですけど、まあ西舘投手がまあ一番の第一候補だと思うんですね。で、昨日かな、まあファームで投げまして、まあホームラン打たれましたけども、まあね、比較的安定したピッチングしてるんで、まあその球の速度も出てますし、その、まあ初対戦っていうのもあるので、まあ先発で初対戦っていうのが相手チームあるので、そういったところで、もしかしたらこう、まあ無双じゃないけど、まあそのうまく相手のね、狙いを外したりとかしながら結構うまくいく可能性はあるので、そういったところで球も速いんで、可能性はあるかなと思ってます。で、成績見ると、まあ2登板、3試合で2先発してて、防御率が 1.17。0勝0敗。奪三振率が 14.09 ってすごく高くて、それはね、1軍に行っても結構有利になるんちゃうかなと思ってますと。で、ウィップに関しても 1.04 っていうところで、まあ、フォアボールとかも比較的少なく抑えれてるんで、まあ、その、圧巻するピッチングをもしかしたら見れるかもしれないんで、そういったところで、もしかしたら赤星投手がね、ずっとこう、後半戦ね、2勝3勝したら優勝できるよっていう風に、安倍監督に言われてましたけども、もしかしたらその、西舘投手がその代わりになる可能性はあるんちゃうかなと思ってるんですね。で、
あと、横川投手とか、メンデス投手とか、堀田投手とかが、まあ、あと、候補で言ったらいると思うんですけど、まあ、やっぱり横川投手もね、堀田投手とかも、まあ、やっぱりファームの成績見てると、やっぱりこう、なかなかこう、上がりきらないなっていうところあるし、僕はほんまはメンデスをね、もうそろそろ使った方がいいんじゃないかというか、まあ、内容もね、そこまで、まあ、16試合で 3.54。6勝5敗っていうところで、あんまり良くないんだけども、やはりまあ、助っ人外国人という、まあ、枠の問題もありますから、ちょっと難しいところあるんですけど、そういったところで、まあ、西田投手が非常にハマっていく可能性っていうのは、もしかしたら、ワンチャンあるんちゃうかなっていうふうに思ってます。で、次、まあ、守備のところを見ていきたいんですけど、まあ、そのモンテスをね、まあ、昨日守備で、ショートで起用してて、まあ、ゲッツーがね、2つぐらいかな。取れそうなゲッツを取れなかったっていうのがありましたと。で、僕が見る感じでは結構全体的に結構丁寧な印象というか、丁寧にさばいてるなっていうところがあって、まあ丁寧さがあるがゆえにね、少しこうスピードが落ちるというか、まあ握り替えにしても、まあ送球にしても、まあちょっとこう、慎重にやってるなっていうところあるんで、まあその、やっぱりゲッツーっていうのは、まあ速度を争うわけですから、そこでちょっとね、取れない、ほんまは取れたようなゲッツーを取れてないっていうのは非常に、まあ、しんどいと思うし、まあ、その残ったランナーがね、返されたりとかすると、やっぱり点に結びついたりするので、そういったところで、まあ、モンテスのショートの守備っていうのはもうちょい、見ていくべきだと思いますし、もうちょいこう、慣れさすべきなんじゃないかなと思います。ただ、セカンドはね、ちょっとね、まあ、吉川選手がね、ほんまは全部出れた方がいいですけども、まあ、オプションとしてあった方がいい、あるのはいいと思うんですけど、まあ、あんまり、かなって、やっぱ吉川選手の守備を見てるので、やっぱりこう、あまり上手くないなって、上手くないなというか、まあ、劣るなっていうところあるので、そういったところで、まあ、ショートね、非常にこう、門脇選手が出口選手の方が当たり前に上手いです。正直スピード感もあって、全然違うんだけども、やはりバッティングというところがね、やっぱりこう、全然違うっていうのはあって、多分、安倍監督選ばれてると思うんですね。で、本来で言えば、門脇選手がね、しっかり活躍してれば、こんなことにはなってなかったんですよ。まあ、門脇選手のせいにするわけじゃないんですけど、まあ、そういったところがあるんで、まあ、門脇選手の奮起っていうところも、まあ、期待したいところではあるんですけども、まあ、今現状見てると、まあ、モンテスをね、これから使っていくだろうなと。まあ、バッティングも非常に、まあ、そろそろ打席数をね、踏んでって、多分ホームランも出てくるんだろうなというふうに思うので、まあ当分は僕はモンテスをショートで使ってった方がいいと思うし、安倍監督もそういう決断をされるんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、てな感じで今日はですね、先発の6枚目というところと、まあモンテスの守備、まあショートの守備っていうところを見ていきました。まあその6枚目って言ったらね、大体落ちるんだけども、どこの球団も落ちるんだけども、やっぱそこが強いと、ある程度やっぱ勝てるよっていう話になってくると、やっぱりね、巨人もね、どんどんまだまだ、優勝争いに加わっていけると思いますし、その、やはり、マタキ投手のあのピッチングではもうね、さすがに次のチャンスはやれないと思うし、やっぱり赤星投手ね、まあその勝ててないけども、やっぱりこう、ある程度安定したピッチングができてたんで、まあ、0点に抑えるとか完封するかって言われたら、それはね、可能性としては少ないんだけど、うん、ある程度の6回3失点、2失点ぐらいでは抑えてくれてるんで、そういった意味で、まあその試合を崩さないって意味では非常にまあ優秀だと思うんで、まあ赤星投手をもう一回戻すのか、まあ僕は日大投手の方がまあフレッシュでね、しっかり調整してるんで、まあいいのかなと思うんですけど、でもね、そこのね、6枚目、7枚目っていうところが非常に難しくて、まあこれからの、ね、ジャイアンツね、結構鍵をね、その6枚目、7枚目っていうところが握ってくるんちゃうかなと思うし、まあ、モンテスもね、守備確かに劣ってますけども、まあ、はじめ、その守備のチームという風なところをね、言ってましたが、やはり、打てないとなかなかチームは勝てないっていうところを多分おそらく安倍監督は気づいたんで、で、まあ、前監督のね、原監督みたいな感じで、ちょっと打を重視したな、ところをね、やってますけども、まあ実際それは結構当たってるんちゃうかなと思ってるし、うん、ある程度やっぱ打てないとっていうところも、あるので、まあ、そこの、その、天秤にかけたときに難しいところであるんですけども、やはり、モンテスがもう少し慣れてきたら、もう少しスピードも上がってくるのかなです。動きのスピードであったりとか、そういったところも慣れてきたら、もうちょっと上がるんかなと思うんで、そこはね、
もうちょい期待したいなと思うし、僕はモンテス派なんで、まあ皆さんはどう思うかわからないけども、まあ今年に関して言えば、あと後半、まあもう残り少なくなってきてますけども、門脇選手であったりとか、泉口選手の状態を考えると、まあモンテスになるやろうなっていうふうに僕は思っております。はい、そんな感じで今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。